んこんにちは。楽器は、鍵盤ハーモニカなら自信のあるオーブンヌです。今回解説するのは、軽音の水属性僧侶の平沢由衣、水着版。長きにわたって解説してきた、キラファンバッファーズの最後の一人であり、前回紹介したチアと同じく、全体バフを担当します。そんな水着由衣の技構成がこちら。スキル1で味方全体を中回復、スキル2で味方全体を小回復し、とっておきでは、味方全体を大回復し、さらに物理防御と魔法防御をダイアップします。見ての通り、すべてのスキルが全体回復という非常に珍しいキャラであり、現在、すべてのスキルで全体回復なのは、この水着流以外存在しません。さらに、専用武器の自動発動スキルは、最大 HP を超えた回復が可能になるオーバーヒールであり、とんでもないほどの回復特化キャラとなっています。実は、全体回復は、単体回復と比べると少々回復量が劣るのですが、それでも、初手で全体回復をオーバーヒールで使用することで、初っ端から味方全体の体力が 1.5 倍ほどになった状態で戦え、それ以降も、敵の全体攻撃のケアを、オーバーヒールが乗った回復で行える現状を鑑みると、この回復量でも十分凶悪な性能をしていると言えるでしょう。しかし、この程度で妥協を許さないのが、我らがマスターのポルカ様。ポルカ様が与えてくださった、水着流への最終武器スキルがこちら。味方全体を中回復し、さらに物理攻撃力と魔法攻撃力をダイアップ、挙句の果てにクリティカル時のダメージをショーアップさせます。皆さん、先ほど言ったことを覚えていますでしょうか。戦闘開始時から、味方全員の HP が 1.5 倍になった状態で戦うのは、キラファンどころか大体のゲームにおいてバカ強いです。それに加えて、物理攻撃力と魔法攻撃力がダイアップし、さらにクリティカル時ダメージまでショーアップするのは許されるでしょう。許されるわけがありません。そしてそんな水着が輝くのが、前回のチアと同じく超高難易度クエストで、アタッカーとなる戦士と魔法使いの両方をサポートできるのはもちろん、前線で敵の攻撃を受けやすい、アタッカーたちの耐久面も、オーバーヒールによりカバー可能というのは非常に心強いです。一応、クリティカル率そのものを上げられないという弱点はあるので、なるべく自身でクリティカルを確定させることができるアタッカーと組むようにしましょう。また、同じくキラファンバッファーズの全体バフ担当のチアとは、オーバーヒールを除くと、クリティカル率アップを取るか、クリティカル時ダメージアップを取るのかの選択になりますが、逆にどっちも育てることで、味方全体を物理攻撃力と魔法攻撃力ダイアップが2回かかった状態で、クリダメアップが乗ったほぼクリティカルの攻撃を叩き込んでくるという、とんでもない化け物集団に早変わりをさせることが可能になるので、チアと水着流衣のどちらも持っている方はぜひ育ててみてください。ということで、キラファンバッファーズ最後の一人の、水着流衣の解説でした。次回は、ちっちゃなバット使いのあのキャラを解説しようと思います。この動画がためになると思った方は、投稿のモチベーションとなりますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。